覚えた。川崎は。まあ、なんとなくできるかな。できるよ。もう無料に突撃にこれ。これはあの期待外があります。うちの踊り子に使われます。楽しい。あとはその手の開き具合とか後ろに行き過ぎないとかを意識すればいい感じにいける気がします。もうちょっと行くとこの郡上で一番大きいお寺さん。おお。大きいですね。大きいでしょ。安養寺。冷たい。この街のすごくいいところは信号が全然ないでしょ、この街の中に。ないですね。これちなみにこれ多分街の中で一番広い通りなんですよ、これが。はー、うん、でも信号がない。でも信号がない。でも事故があまりない。譲り合いの心をみんな持ってる。三千笛返し仰ぎ係。仰ぎ係いるんですか。もうたまに。たまに。たまに。へー。あの前のワンちゃん超有名。あれかわいい。みんな誰もが知ってる。そう、誰もが知ってる。アイドルですね。彼ちょっと主食はあるから止まるみたいな。ホームジバーン。こっちが黒煮ってで黒砂糖。こっちはのザラメ。ザラメ。辛い。辛い。喉にいい。喉にいい。どっちが止まんない。喉にいいので。おいしい。おいしい。好きな人はもうとことん好きです。うん。飴なんですか？飴。飴なんです。おいしいです。喉に良さそう。わら川で取れた鮎が全国で3800匹ぐらい集まった品評会、全国の品評会で2年連続グランプリ。いろいろ詳しく教えていただいてありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。はい、また来ます。はい、ぜひ。、はい、待ってます。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。もう本当に白いですね。なんで白くなってるんですか？そうですね、カレーの黄色い色が出る香辛料をなるべく抑えて、ちょっと牛乳とか生クリームをメインでちょっと作ってます。いただきます。めっちゃカレーですね。見た目すごいクリーム質で、乳製品系のクリーミーなまろやかな味だと思って食べたんですけど、すごいカレーのスパイスの味がしてて、すごく美味しいです。クリーミーでスパイシーな雪の妖精カレー、ミキのおすすめです。じゃん、ひっちゃく棒です。ひっちゃくとは部長分で、たまたまという意味なんですが、カレー職人たちの飲みの席でたまたま考案されたメニューだそうです。いただきます。美味しいです。竹串にご飯がついて
周りに豚バラ肉が巻いてあって薬味のカレーがかかってるそうなんですけど、すごく美味しいです。お店によってもカレーが違うみたいなんで、いろんなお店のひっちゃく棒を増やすのと楽しいかもしれません。ひっちゃく棒は今年の B1 グランプリに出品されるそうです。頑張れひっちゃく棒。